チス、誰も知らない狩人、イカレタコスケでござる。ご無沙汰でござる。今回もまたアップデートによる最新情報をお届けしていくでござるよ。また公式ツイッターの方から情報がやってきているんだけど、今回は大きいでござるね。まあ、前回、あれ、前回拙者動画にしたか忘れたけど、まあ、とりあえず本編の方に行くでござる。さあ、見ていただきたし、でん。モンスターハンターライズサンブレイクディレクターの鈴木です。タイトルアップデート第5弾より怪異素材を用いてマカ錬金を行う怪異錬金術覇気を追加します。また怪異素材によって作られた五石を使用して新たな五石を取得する怪異錬金術円環も合わせて追加しますと。下の、あ、こっちまだ映ってないけど、あのリツイートといいねが今ボリボリも上がってるでござるよ。さすがに、錬金の、マカ錬金の新しい名前が出てくると回るでござるな。まあ、さておくとして、まあ、待ちに待ったというか、現状の怪異錬金、怪異錬金なんだな。あの、マカ錬金に関しては、新スキル、固有スキルっていうのが出ない仕様で、装備の方のね、防具とかの方の怪異錬金には、あの、固有のスキルなんかつくようになったんだけど、まあ、五石はだから、いい五石が出るまでは、本当に、あまり更新がなされなかったんだけど、そう、さっき言いかけたけど、前回のニュースで、攻撃術2であったり、弱徳2もあったっけ？達人2とかね、今まで4スロでやってこなかった、まあ、超メジャーな、めっちゃ使う、スキルっていうのが、とうとう装飾品になるってことが確定したでござるね。これによって、多分、五石環境、それから、防具の怪異錬金、このあたりが、サンブレイク史上最も大きく変わるであろうタイミングなんでござるよ。で、気をつけなければいけないことがある。それは何なのか。もう一回見直してみよう。タイトルアップデート第5弾より、怪異素材を用いて、マカ錬金を行う怪異錬金術覇気を追加しますと、そうでござるよ。怪異素材を用いるでござるよ。何が言いたいのか、わかるでござろうか。拙者、撃っちまったでござる。なんで？いや、だってさ、怪異素材って、なんていうの？一つの種類の素材を大量に持ってても、まあ、これね、何を使うかわからんでござるよ。怪異錬金術覇気に何を使うかわからんでござる。これからもしかしたら新しく手に入れる怪異素材を使うかもしれんでござるが、例えば角とかさ、ディアブロス回ってるともうめちゃくちゃ大量に余ってるわけじゃないの。ランクを上げるためにね、等級を上げるためにね、周回した素材がそれ全部とは言わんでござるけど、お金のためにね、何のお金かって、怪異錬成するために、まあ、卵ラージャン回るのをめんどくさがったがために、多分、数百あった素材を、綺麗に二桁まで、他の素材も全部拙者そうしてるんだけど、二桁の、まあもうこれ以上は使わんだろうっていうラインまで、売っ払っちまったでござるよ。だって怪異素材さ、いい値段で売れるんだもん。そら数百もあったら売るよ。ああ。というわけでね、とりあえず怪異素材を、売ったり、どんだ、まあわからんでござる。マジどれ使うかわからんでござるけど、まあまあ、売らないことでござる、とにかく。まあ、とにかく売らないことでござるよ。まあ、怪異素材もだいぶ種類が増えたとはいえ、もともとのマカ錬金が、いろんなレアの素材を使ってるんで、いや、でもこれ、あれ、今、怪異素材って、錬金で使わないよね。最近そういえばマカ錬金全然回していないけども。だもしかしたら、あれか？今後さらに、この覇気ってもう最終段階の錬金に思えるけども、タイミング的にもね、最終的なもう本当に最終アップデあたりに、究極のマカ錬金術プラス超高級な
怪異素材とか、もうなんだったら今後追加されるね、超強力なモンスターの素材を使う、マカレンキン追加される可能性があるでござるかね。まあ、さておくとしてよ。で、多分この、随分遅くなっちまったね。怪異錬金術破棄は、まあ、今まで、通常のマカレンキンではつかなかった。そう、だいぶずっとつかなかったんだよね。新しいモンスターたちの固有スキル。もうだって闇討ちとかね、なんだったらもう半年どころではない。7、8ヶ月ぐらい前か、もしかしたらね、追加されたの。そんなん経たないか。まあでも、だいぶ前のスキルがまだ5石の方にはつけられなかったと。で、怪異錬成の方にはね、そういったスキルがつけられたんだけども、まあこれで、おそらく、つけられるようになるんじゃないかなと。もうずーっと来ていない、福間とかね、この辺もそろそろ、どこかしら、錬成とか、この錬金で、解放されるんじゃないかなと。で、そうだ、激励っていう新スキルがね、さらっと発表されたでござるよ。これ、フロンティア時代にも同じように激励っていうスキルがあって、もう拙者も忘れてたんで、サクッと調べたところ、確かね、狩猟笛、あれ、狩猟笛じゃないか、普通のアイテムの笛かな、かなんかに回避性能をプラスして、まあ、周りにバフを配るみたいなね、そんな性能だったんでござるけど、現状、回避性能プラス1を、例えば狩猟笛とかに、つけても、何とも言えないスキルになってしまう。まあ、狩猟笛専門のスキルになっちゃうから、まあ、個人的な予想としては、今一番、巷で、まあ、最終的に議論されているのが、フレンドリーファイアなんだよね。これはあった方がいい、ない方がいいっていう意見が二分されてるんだけども、激励ってもしかしてこれなんじゃないのっていうのは、フレンドリーファイアを完全になくしてしまうと、結構モンスターハンターライズの、システムの一部を完全否定してしまうことになるでござるよ。だったら最初からつけなかったらいいじゃんって。最初はフレンドリーファイアあったけど、今フレンドリーファイア一切ないよっていうと、その部分に関しては別のゲームになってしまうので。だったらば、激励というスキルで、味方にフレンドリーファイアをした時に何かしらバフをつける。まあ、激励ビンタでござるな。そういった効果なんかがそろそろ乗るんじゃないかなと。昨今ね、ユーザーの声をよく聞いているサンブレイク、およびライズであれば、そういったスキルがつくんではないかなと予想してるでござるよ。まあ、これで、あれでござるな。マジで、怪異等級クエストは、本当の意味で超絶周回コンテンツ、ということになったでござるな。まあ、楽しみでござるよ。まあ、ちょっと拙者売っちゃったのマジショックでござるけどね。集めるしかないな。というわけで、これ相当ね、怪異素材を使うみたいな話なんで、あんまり溜まってなくて、がっつり5石回そうっていう人は、今のうちから貯めておくことをお勧めするでござるよ。となわけでね、速報でござった。ていう。